これはね、戦闘飯盒という、はい、こんにちは、カッパパです。今日はね、面白い道具を紹介します。以前も動画で紹介したことあるんですが、飯盒です。これね、ちなみに僕が野遊び用に使ってるバッグで、多分初めて動画で出すと思うんですけど、まあ、それは置いといてね。今回これですね。はい、こちらです。まあ、タイトルにもあります通り、またね、以前も動画1本作ったことあるんですが、これはね、戦闘飯盒という、普通の飯盒とちょっと違うでしょ、なんとなくわかります。これはちなみにね、普通の飯盒、まあ、普通のというかね、平式飯盒ね。これだいぶこう高さが違いますね。こちらが非常にコンパクトです。そんなに丈がないのがこれ戦闘飯盒です。でちなみにね、この戦闘飯盒は、まあ、自衛隊の標準装備品ですね。戦闘飯盒2号と言います。でね、以前作った動画のサムネイルかなんかをここら辺に置いときますけど、もうだいぶあれからね、日にちが経って、やっぱり使い方も使い方なんで、だいぶ塗料なんかも剥げてきちゃいましたね。あとはまあ結構見るとボコボコなんですけど、ちょっとね、最近以前作った戦闘飯盒2号の再生回数がまたね、ググッと伸びてるんですよ。で、飯盒ってね、なんていうかな、古い言葉でオワコンみたいな、そんなクッカーではあるんですが、根強い人気がありましてね、リファレンスという形で新しく戦闘飯盒2号の動画を撮りたいと思います。僕のね、登山動画とかトレッキング動画では1回も多分出てきたことないと思うんですよ。山登りではこれ重いんで一切持ってかないです。重くてでかいしね。そうじゃないところで結構活躍してます。で、使い方はね、基本的にアルコール燃料をメインとして使ってるんですが、沢沿いとかだと焚き木が落ちてますから、まあ、流木燃やしてこの中にぶっ込むというような使い方をする時が多いですね。じゃあ今から中身を見ていただければと思います。まあ、こういうところはね、普通の飯盒と一緒です。はい、パンと開けます。中身は綺麗ですよ。はい、これ蓋です。まず蓋があって、これ中子があります。はい、中子があってですね、でこれが本体ですね。はい、でこの本体、中子、上蓋と、まあ、この3つが基本的な構成なんですが、常に中にはですね、アルコールの燃焼システムというか、まあ、そのようなものを入れてます。まず説明しますね。この中ですね、何が入ってるかというと、ここにトランギアのアルコールストーブが入ってます。土定番のやつですね。で、この後ろのですね、黒いパッキン、ゴムパッキンね、これを交換することで永遠に使えますんで、これは非常にコスパがいいと思います。それともう一つ入ってるのは、これが燃料入れですね。これドイツ語でですね、まあ、危険ですと、まあ、とりあえず注意っていうふうに書いてあるんですが、基本的にこれナルゲンボトルです。で、容量 125ml、 この中にパッキンできる最大の大きさを入れてますが、 125ml と言いますとね、だいたいご飯が2合炊けて、それ以外にインスタントラーメンが1杯作れると。はい、これが入ってます。で、次中子ですね。中子もね、ごちゃ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 入ってるんですが、はい、中子に関してはこれがライターですね。電子式じゃなくて、こう石を回すタイプのやつね、昔ながらの、これが入ってます。あとこちらがですね、これもだいぶ前から使ってるんですが、これが五徳ですね。こういった感じで、ここにですね、こうビルトインする形で、まあ、こんのっけて使用すると、まあ、こんな風な使い方をします。丸めてあるのが風防になります。これ後でね、組み立てた時にご説明します。あとこちらが上蓋、これも綺麗なね、すごいカーキグリーンっていうのかな、 OD 色っていうのかな、だったんだけどね、こうボコッとなったとこから剥がれてくんだよね。 これが元々の色に近いんだけど、これ焦げかな、いい感じの色でした、元々は。はい、以上がね、戦闘飯盒2型に標準装備、まあ、標準装備というか、僕がね、標準で装備したんですけど、このようなシステムで野遊びをやってます。じゃあね、これ部屋の中なんで、ちょっとアルコールは燃やせないんですが、これ
入れますね。これはの使い方はみんな一緒です。でここでまあアルコールを注いでですね、で次に火をつけるんですが、さっきね紹介しなかったねこのパーツがあります。これはシリコンのチューブなんですが、これ東海のライターなんだけど非常に丈夫で使いやすいんですね。ただ問題はね、アルコールストーブに着火するときに自分の指も熱くなっちゃうんですね。やっぱりね手元と紐元って離した方が安全なんで、その時こういう使い方するんですよ。このチューブをここに引っ掛けるんですよ。でグユーンと伸ばしてね、わかります？こういう風な感じでシリコンチューブをここに引っ掛けるんですよ。で火つけるときはまあ一緒なんですけど、よく見てください。はい、いきますよ。わかります？ここでねシリコンチューブがねずっと押したままにしてくれるのね。で炎は立ってるでしょ。でこれでねこうやってつけるんですよ。ほら火元とね手元がこんなに離れるの。使い終わったらピッと外すと、まあ、そんな感じで火をつけると。でこれを乗っけますね。はい、こんな感じで乗っけます。はい、これ先ほどの風防なんですが、これを巻くんですけど、基本的にツルはですね直立でも何でもこうにしていただいてですね、まあ、裏から見るとちょうどこんな感じになりますね。はい、まあ、ぐーっと回してみると、まあ、こんな感じです。まあ、野外でやる場合はこの風防は必須ですね。はい、で今部屋の中なんでね、ちょっと分かりやすいように取っちゃいますけど、まあこんな風なシステムで使ってます。あとまあこれもね蓋もフライパン代わりになりますので、まあ、こんな感じでね、まあ、使うことができます。でこの戦闘飯盒2号だけの特徴としてですね、これが蓋ですね。でこれが中子なんですよ。実はねこの2つ連結することができるんですね。中子のねここにスリットが開いてるでしょ。こう見た方がいいかな。スリットが開いてるんですけど、ちょうど蓋の取っ手のここのところ、これね使いすぎて剥げちゃってますけど、ここをねスリットに入れるんですね。こういう感じ。ここをねペッと、まあ、こういう風にして食べることができると。僕もねこれはできるという可能性の話だけで、実際これで食事したことっていうのは1回しかないんですけど、まあ、こっち側にご飯、まあ、ご飯とカレーとかね、あとこっち側にまあサラダと、なんだろうね、卵とかね、なんかまあそういうやつね。だから基本的にねここまで持って食う必要があるのかなということなんですけど、基本的にこれはね立って食うのに必要なんですよ。家の中とかね宿舎の中で食べるのはこんなの使わないですからね。普通のお皿とお茶碗で食べてますから。野外で食べる場合テーブルも何もないんですよね。訓練時っていうのは立ちながらこう食べるというのがあるんですけど、その場合ねこう連結しちゃってこう持てばねこれ結構しっかりしてる。立ちながらパッパッパッと食べるというためについてます。ただ現実的に僕らは別に戦闘してるわけでもない、何でもないんで、まあ座って食べれますから、まあ、基本的にこれご飯とね何か入れて、でおかずはこっちとか、あとここに汁物を入れてこっちご飯を食べるとかね、まあそんな風な感じですけど、一応まあそういう機能がついてるというお話でございます。はい、それでねじゃあ基本的にこのね飯盒という名前なんで、これやっぱりねご飯を炊くと美味しいんですよ。以前の、まあ、だいぶ前に出した動画でも、まあ、これでご飯炊いてましたけど、普通の飯盒とやっぱりね最初見てもらった通り大きさが全然違いますから、ご飯炊くの難しくないのと、まあ、いうような話も出てくると思うんですが、これ本体の、まあ、後ろのへこみの部分のところにポッチがついてます。まあここからも分かりますよね。ポッチがあります。要はこのポッチは水のラインです。結論から言うとこれちょっと小ぶりの飯盒なんで、
米は2合まで炊けます。まあ無理すりゃ3合ぐらい炊けるんですけど、美味しく炊けるのは2合ぐらいです。で米を2合入れてですね、で水をさっきのこのポッチのラインまで入れると美味しいご飯が炊けます。2合炊きです。米を2合、それでこの中先に入れてですね、で水をひたひたひたって入れてって、このポッチのラインまで浸すと。でやっぱり30分ぐらい置いてですね、まあ、炊くと非常に美味しいご飯が炊けます。はい、じゃあね、今度しまう時の話です。しまう時は、アルコールストーブ、まあ、中身傷つけないようなね、適当な袋、まあ、布袋がいいですね。こういうのにくるんで入れます。でアルコールのボトル、これも奥に入れちゃいます。こんな感じです。はい、次中子ですね。中子を入れます。はい、入れました。でここにはですね、このごとく、まあ、くるくるくるっと丸めて入れます。で次にライター、ライターで最後に、はい、風防ですね。はい、で、まあ、結構これでもね、まあ、スカスカです。で最後蓋。はい、以上ですね、銭湯飯盒2型のご紹介でございました。ちょっとね、前回ご紹介した時とだいぶ色形も変わっちゃってね、まあ、形はまあ多少へこみがあるというぐらいですけど、もうほとんどね、あれ塗料自体が弱いんだね。あとはね、沢でね、流木で炊く時は基本的に槍がいっぱい出ますから、すすけるじゃないですか。で革砂利でね、こうやって洗うとね、塗料が結構剥げるんですよ。で気づいたらね、綺麗にこう剥がれてるのねオリジナルの色が残ってるのはもうこの辺しかないですね。はい、これがね、銭湯飯盒新潟でございました。また時間があればね、これで何かを作ってみる動画というのを撮って皆さんにご紹介したいというふうに思います。はい、長々とどうもありがとうございました。